はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ネモジュン TV です。はい、ネモジュン TV です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、クレドンにやってきてます。クレ、はい、クレよ。あ、広島のクレ、クレ、あ、じゃなくて、あ、違う、金浦市の上の方にあるんですけど、はい、新興住宅地って言って、はい、家がいっぱいできてですね、はいはい、ここにですね、なんと博多ラーメンがあるっていうことで、なんと来ました。はい、ということで私はね、ちょっとね、遠出してきましたけども、ここね、ぐるっと見ましょうかね。これが呉駅というね、今一番出口いるんですけど、金浦ゴールドラインでね、金浦空港から乗ってきました。はい、ということで、こっから今日は博多ラーメンを食べに行きたいと思います。行ってみましょう。行きましょう。ネモジュン TV。 パンソー音YouTube よ。音 YouTube 그냥 YouTube 지ネモジュン TV 라고해요。아저씨들이일본사람이에요。일본이요？일본사람이라서일본사람들이보는거하고있어。어진짜요？다일본말로하고이야기하고있으니까어려울텐데。한국말밖에없어가지고일본어로그쵸。니하오고요。니하오는중국어잖아。일본어는こんにちは。ありがとうございます。응、안녕。잘가。잘가요。고마워요。ということで今日はですね、はい、初っ端から子供たちから応援していただきましたね。はい、登録しますよ。ねえ、日本語分からない、挨拶だけでできるとか言って、ニーハオとか言って、ニーハオって言ってね、それ日本語じゃないぞって言って、かわいいね。ねということで今ね、一番出口を子供たちに絡まれながらまっすぐ来ております。ネモジュン TV。 ネモさん、はい、僕ら博多県民にとってはですね、はい、福岡県民か、はい、博多ラーメンっていうのは本当に大事な存在であって、あ、福岡に住んでる人っていうのは必ず自分が行く店っていうのはあるんですよ。うん、あ、本当、はい、ラーメン屋ってめっちゃ多くて、日の丸弁当に欠かせない梅干しみたいな、そんなんですね。そうですね、もう自分のお店っていうのがあって絶対行くお店、あ、そこの味っていうのがもう本当に大事な、福岡県民はみんなそういう店をみんな持ってるわけですね。そうです、そうです、そうです。だからもう3年ぐらいもうラーメン食べてないんですよ、そこの。はい。結構韓国も博多ラーメン美味しいとこ美味しいんですけど、はい、やっぱり自分のお店の味を基準にして考えるから。なるほどね。はい。じゃあその愛知県民もその味を初めて今日は堪能してみたいと思います。やっぱり根本さんもそうでしょ、味噌カツの自分の行きつけのお店ってあるでしょ。行きつけの店はないですね。あれはい、あ、そういうのはないんだ。ないね。実は今日は息子も来てるんですよ。はい、撮っちゃおうかな。じゃじゃーん、モザイクできない純親子でございます。はい、ということで、私初めて来たんですけど、実はですね、ここ5、6年前は何もなかったところで、そんな5年でこんな街になっちゃうっていうところはすごいね。はい、開発されてもうマンションもいっぱい建って、建物もいっぱい建って、いや本当にもう町になりましたね。すごいね、スピードがすごいね。で、韓国が早くするっていうのがあるから、うん、ちょっと怖いね。いや、だからそれがちょっと不安なところでもあるんですけど。そうだね、うん、いや、だけどね、海外に住んでると本当に困るっていうのが、やっぱ自分のその食べ物が一番困るね。あ、韓国は比較的日本の料理っていう似てるから、うん、味に困らないんですけど。なるほどね。でも本当に食べたいものっていうのがあるじゃないですか、ネモ、はい、さんも。はいはい。お好み焼き、たこ焼き。うん。で、韓国って結構久しぶりに来ると店がなくなってて結構ありますね。あ、あるよ。大丈夫？いや、大丈夫です。ネットに調べたらちゃんと載ってたんで。あ、本当ですか。でもね、前ネットであったから行ったらなかった時あった。なかったらあるよね。あるある。うん、あ、行った行った。定規。え、赤いところ？ささやきって書いてあります。ささやき？ああ、ささ。ボソボソって。ささやくんですよ。ああ。大丈夫だよ。
持ってけよ、誰も見てないよって感じで。電気ついてるから開いてますね。ここですね、左側ですね、はい、左側ここですね、ささやきっていうところなんです。はい、ここです。ささやきオープンです。オープンやってます。時間が11時から2時半、そしてまた夜が5時から7時半までです。ね、メニューがですねこんな感じになっております。あとワンラーメンって言って、普通のあの豚骨のラーメンのやつと、豚骨ラーメンのちょっと濃い味のラーメン、そして辛いラーメン、冷たいラーメンと餃子とあります。こんな感じ。はい、以後グニャン豚骨ラーメンの中に、うん、もうグニャン豚骨ラーメン、くんごろ、あ、くんごろ、うん、以後マンドハンナもおっかよ。マンドドギハンか。うん、じゃあ行くよ、チマハンケよ。이거를큰거를두개하고두개하고보통하나그리고교자두개교자잠깐만요저희가테이블을하나만지금하고있거든요아그럼요하나만드세요 네, 네많이만들지못해가지고 네, 네그러면은원라면을오무리로두개하고기본으로하나하고그다음에 네, 교자하나였어요 네, 네하이질문가와주셨습니다하이이걸오케이하이はい、여기젓가락네조준아젓가락소준아젓가락젓가락감사합니다해야죠쉐이쉐이네네네알겠습니다야근데서식을했는데너무재밌네야근데후쿠오카県민은통구수라멘가이것이네そこまでとは야근데1週間に僕3、4個ぐらい食べてみましたよ。本当ですか、うん、すごいね、自分の毎お店があるとはね、はい、すごい店員さんが細かくね、心配してくれてます。辛い味はね、これは辛いからどうだとかね、優しいですね。ね、すごいね。店主の方は日本が好きなのかな。ドラゴンボールあったりのルフィあったりの、ね、人形とかね、こっちもなんかフィギュアが飾ってあって、フィギュアいっぱいありますね。ちょっとこじんまりとした感じなんですけど、ドラゴンボール、お酒、焼酎が入ってますね。こんな感じですね。でっけえか、親父ギャグの、それを食べたら親父ギャグが出てくる。もう一生言わないとねえ死んじゃうみたいな、はい、うん、ね、うわ、すごい、すごい、もやし入ってチャーシューもでかくて、大きさ伝わるかな、卵も入って、手がこれで潰すのでかい、しょうが、しょうがないね、しょうがないよ、あるよ、しょうがあるよ。麺が細麺なんですよ、たまんないこの細麺もね、美味しいですよ。やっぱ細麺が最高ですね、うん、この前ギョンサンで食べた時、縮め麺だったんですよ。どこでギョンサン、ギョンサン、あチリレンもいいかもしれないけど、やっぱ豚骨は細麺が合うかなと思います。チャーシューがね、大きいのがあって、卵があって、もやしがあって、ネギがあってって感じですね。あ、美味しいね。うん。餃子どうは済みだ。餃子。餃子。餃子。ないですね、子供がいるとね、気を使うからね。じゃあ餃子2個ずつでもらえますね。はい、
じゃあ餃子をいただきます、うん、あ、本当に日本で焼きそばだよね、うん、美味しいね、久しぶりの味だ。うん、卵はね、なんかすごいトロトロ、中が半熟っていうのかな、半熟よりもトロトロですよ、うん、卵むっちゃうまかったね、うん、トロトロで、うん、はい、ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした。もういいの？ええ、うん、行きましょう。ちゃもごすみだ가올게요네아네감사합니다はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです、ね、はい、満腹。マシソソ？あそこ座る？まあコーヒーでも飲む？え、そうっすね。ジュースと？ええ、まあ今日はですね、はい、博多ラーメン食べて良かったっす。はい、ね、美味しかった。やっぱ博多ラーメンっすわ。ああ、美味しいっす。さすが九州人だな。九州人ですね。ね、やっぱり。じゃあ。皆さん、次の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。